古文は漢字の書体の一種。広い意味での天書系統の文字である。講義には、旗の昇天以前に使われていた文字を指すが、競技には、五官の巨神による、辞書、説問会人阿弥の三体設計に古文として使われている文字、さらに出土文物である六国の青銅器、陶器、貨幣、寺院屋調査行天子祖母畜官、信用諏訪江和家畜官。 素白書といった文書に使われている文字を指す。前漢大、旗の文書制作を免れて、孔子旧宅の壁中や民間から発見された、旗以前の儒家の経書のテキストに使われていた文字であり、当時の経書に一般的に使用されていた書体である今文に対して、古文という。古文とは、本来、古い時代の文字という意味でしかなく、その定義は、 極めて曖昧なものである。しかし、五漢時代の古文系学者である巨神が、著書、説問会寺に479字の古文を、異体字として収録し、また三国時代、義の三体設計が古文を使っていたおかげで、その一端を伺い知ることができた。現在、説問会寺や、三体設計に収録されている、古文の字型を見ると、画の先が鋭く尖っており、 金文に、極めてよく似通っている。アザガタも、同時代すでにある程度の部首分けが可能な形となっていた大典に比べると未整備な部分が多い。近代になり、王国威は、戦国時信用、中文六国用古文説において、古文を戦国時代、旗以外の六国で使用されていた文字と推定し、東方各国で発展した文字と考えた。 正方の中文に対し、東方の古文の系統を想定したものである。説文古文は、説文開示の2000年にも及ぶ、電車の過程でその書風が大きく変わっている、可能性があり、当時のものを反映しているとは言い難い。しかし、その事態構造については、その後、陸続と発見された、出土文字資料との共通性が確かめられ、六国文字は六国古文と、 呼ばれている。また、東大末期には、乱れた漢字の字体を整理するために、天挙のある、規範漢字を求めようとする、文字交換学、実様の学が後期した。その際に、古文の収集も行われて十数種の古文修字書が、表されたとされ、その成果は、総発、各忠広の、汗紙や、夏章の、古文四世印に収められた。これらの書物は、 従来あまり帰り見られなかったが、出土する、戦国地区間の読解に有用であることが分かり、古文の知識が、闘争時代にも残っていたことが知られた。古文で書かれた継書のテキストを古文行、つてを含めて、古文継伝という。当時、一般的に通行していた今文で書かれたテキストと、文字や内容に異動があったため、軽書解釈をめぐって論争が起こった。 古文経伝も当時通行の書体に改められたので、ここで有根、古文は、由来するテキストの違いを指す言葉であった。古文経伝を報ずる学問を古文学、または古文経学という。前巻末の竜が提唱したもので、当初は今文学が普通であったため主流ではなかったが、大網の新さで、学館に建てられるなど徐々に頭角を表した。 五感では、黄毛政権を否定するため、古文系伝に、学官が建てられることはなかった。そのため、古文学は、在野で行われ、教門の一時一句を解釈する、訓古学を発展させた。五教博士を主体とした今文系学が一、教専門で下方の伝授を牧手し、他教にまで通ずることがなかったのに対し、古文学は、博学で様々な理論を取り入れつつ、 六教全般を貫通する解釈学構築を目指した。その中で今文と古文を自体の際に還元し、字型に基づく解釈学を発展させた巨神の説問開示も生まれている。また提言は三例を中心に六教に通ずる理論体系を打ち出し、五感の計画を集大成したのである。この結果、 完全に今文系学の伝承は途絶え、儒学は古文学の独占上となった。しかしこのように一本化されたことによって、逆に東大になると、根文古文の際が重視されなくなり、その存在感に影が差し始める。壮代になると一時一句にこだわる、訓古学に対して意義が唱えられ、辞儀よりも思想内容を重視した趣旨学などの新しい系学が生まれた。 しかし、新代になると、趣旨学の解釈学が主観的すぎるとの批判が起こり、犬よ義美の学では、古文学をもとに、漢学の復興が図られた。その後、常習学派が今文学を重視し、古文系伝は、竜の偽作と主張された。古文学では六教の順序を、駅、書、歌、礼、楽、春秋とする。 関代の古文経伝には次のようなものがある。ありがとうございます。